皆さんこんにちは。オンライン国土学ワールドへようこそ。新保さんと公務員、特に霞が関公務員が、はい、大変疲弊しちゃっていて、はい、もう公務員なんかにならないと言って、うん、特に東京大学なんかからの、はい、霞が関志向者が減っているというような話をしましたですね。でこれはまあ今日の国会質問のあり方とかというものに絡んでいるんですけど、はい、うんうん、もう一つ私は大きな背景があるような気がしていましてね、この今日の現象よりももっと古い時代の話なんですね。でこれは経済学者で中谷巌さんという方がおられるんですけど、この方がだいぶ前に資本主義以降の世界という本を書きになってですね、はい、失われた20年いうものを言っていて、でその失われた20年間に失ったものの一つに、中央官庁の官僚に対する評価の変化があるんではないか、こういうことを言ってるんですね。というのはこの国は、まあ、政治ももう一つ、だけども官僚がしっかりしているから、まあ、なんとか回っていってるんだというような話をお聞きになったことがあるというように思うんですね、はい、ところがその官僚をですねボコボコに叩くというようなことが起こってしまって、でそれ以降ですね、今日のような問題じゃなくてそれ以前に、はい、その中央省庁で働く官僚に対する信頼の度合いを下げる、あるいは下げる動きがあったんではないかというのがこの中谷先生の指摘なんですね、でそれはどういうことかというとですね、我々は彼の言葉で言うとおそらくは意図的な官僚潰しに我々がうかうかと乗せられてしまったからではないか、こういうわけです。アメリカが日本にですね年次改革要望書というのを出してきて、あれを直せこれを直せこの法律を作れこの法律を直せといったようなことをどんどん言ってきた時期がありますね、でこれは民主党政権になってから止まるんです、止まるんで今日はありませんけど、それまではもう毎年そういう要求をしてきたんですね、で構造改革要求だとこういうようなことを言ってきて、その時にアメリカが一番手強い抵抗勢力として官僚軍を捉え、その結果官僚バッシングが始まったのではないか、こう言っているんですよ。だから今日のこの官僚の疲弊の問題以前にですね、官僚の役割だとかああいうものをこう否定する動きがずっとその下地的にあったと言ってるんですね。それはアメリカがアメリカに都合のいい日本国を作り上げるためにはですね、官僚が多分抵抗してくるだろう、産業政策にしても、あるいはインフラ政策にしてもですね、アメリカの気に入らないことがあっても日本のためにという名目で頑張ってくるんじゃないか、したがって官僚というものをまず貶めとく必要がある、こういう感じの流れがあって、でそれで1995年のいろんなあれが改革があった時に地方分権推進法という法律ができているんですね、はい、この1995年以降したがって地方に任せればうまくいく、中央の官僚はおとなしくしとれと、余計な干渉をするなと、黙っとれというのが大きな流れになってきて、住民に身近なところで判断すればより良い判断ができるみたいな話がですね、随分流布しましたですね。だけどね、それが正しいことなのかどうかなんです、私なんかの経験で言いましてもね、道路の仕事してましたでしょ、そうすると橋を架ける、県からのご要望がある、いっぺんに2つの橋は架けられないとすると、県からの要望がいくつかある中で優先順位で県と相談して、じゃあ影響を今年予算箇所付けしましょうか、でいいですね、そういう合意ができますね、で県は影響を建設省が認めてくれたという形で地元に持って帰るわけです、ところが影響の横に B 響というのがあって、この B 響のすぐ横にはある県会議員の家があって、である県会議員は B 響の方が急ぐのに、なんで影響で妥協してきたんだというのに怒るわけです、で県の人はこの人実力者ですから、なかなか敵にするのは嫌だというわけで、どう説明するかというと、いや私たちは B 教も大事だと
いうふうに説明したんですけど、うん、建設省が影響だと言うんですよと、こういうわけですよ、はあ、建設省を悪者にするわけ。なるほど。建設省を悪者にして議員の顔を立てて、うん、いや来年は B 強で頑張りますから、うん、先生今年は A 強で我慢してくださいと、うん、しゃあねえなというようなことになってですね、したがって地域に流れる声としては、うん、建設省は地域の状況も分かっていないのにこういう箇所付けをやった、こういうわけです。でこれを捉えて何も知らない、うん、メディアの人間が地元に任せれば任せるほどより良い判断ができるというような流れが出来上がっていた、出来上がっていた。従って霞が関は余計な口出しをするな、こういうわけですよね。それの典型がですね、はい、東日本大震災から5年目となった2016年の3月にですね、はい、朝日新聞はこれからの5年間は復興創生期間と名付けられてましたね、うんうんうん、でそれについてこの間国の権限も財源も県へ、うん、県のものは市町村へ移すべきだと、うん、住民の知恵と工夫で暮らしを再生して初めて自立できるというこういう主張をしたんですよ。もうお分かりの通り、身近なところに判断を移せば移すほど意見の対立はですね、先鋭的になっていくんです、うんうんうん、だから県がやってることは市町村に移し、市町村がやってることは住民の判断に任せていくっていうようなことにしたら、こんなの行政はいらないですよ。確かに行政はいらない。だからこの朝日新聞が言ったようなことをやったらですね、身近な事柄を身近なところで議論すれば利害対立が先鋭化するのは当たり前だということが理解できていないからこのことになるわけです。だから当然そうですよね。当然そうです、そういうことが起こるんですよね。だから県から市町村に移せばですね、もっと対立は私は生産な様相を帯びることになるというふうに思いますよ。市町村に移すんだったらですね、地区の自治会に移せばいいじゃないかみたいな話になっていきますよね。本当にそうです、うん、それはありえないんですよね。でこの朝日の主張にはですね、間違いがもう一つある、うん、でそれはですね、市町村の人は自分の市町村しか知らないということなんですよ。自分の市町村しか、県の人は自分の県しか知らないですよ。ですから一度ですね、うん、維新のグループが道州制のようなことを言って、はいはい、国土交通省を解体して、うん、地方のブロック、はい、道州に判断を任せるべきだと、うん、いうような話をしたことがあるんです、はい、それで実験的に例えばこれ関西が一番進んでましたから、和歌山県の人が、うん、どっかの県に行く、はい、お手伝いするなどと言ったんですけど、はい、和歌山県の人が、まあ、例えば岩手県に行ったとすると、うん、岩手県の地図も、うん、それから地形も何にも知らないわけですよ、うん、でその人がですね、さあどこに橋を架けるだの、どこの河川を改修するだのので議論に参加してくれたって何にもできません。本当ですね、何もできません。でそれは例えば国土交通省なら国土交通省が昔からいろんな相談に応じて、見来ているから、和歌山県の相談にも応じられるし岩手県の相談にも応じられる。でおまけに災害は一つの県で見るとですね、10年に1回も起こっていないということがあるわけですが、だけど例えば東北全体で考えるともう毎年のように起こっているわけですね。でその経験を、まあ、現在の国土交通省でいうと、うん、国土交通省東北地方整備局がその経験を蓄積していってるわけですね。一つの県だけで見たら、うん、いやあの災害を経験した人はもう5年前に辞めてしまいまして、うん、なんていうことになってるわけです、いうようなことで、その災害経験を蓄積できないようなことがあるんですよね。だから大きなブロックで管理しているというのは非常に大事なこと。だから小さなところでやればやるほどいいんだということにはならない、うん、経験の蓄積ができないからなんですね、いうこと。でこういうことはですね、実際経験してみないとこう分からないところがあって、関連連論的にですね、地域のものは地域でやればうまくいくんだというようなことにはならない、こういうことが分かっていないという認識の間違いがあるということなんですよね。でおまけにですね、朝日新聞が言うことが成立するためにはですね、例えば市町村なら市町村に移すとなった時に、市町村の議会がちゃんとまともに機能している、あるいは県の議会がまともに機能しているということがなければなりませんね、はい、じゃあ全部うまく機能しているんかというとですね、うん、最近の例でも2016年の話ですけども、はい、山梨県、県ですよ、うん、県の議会の最終日にですね、はい、2016年の2月23日ですから、次の年の予算を決めなければならないという議会ですね、はい、その議会の最終日になんとですね、予算案を廃案にするという重大珍事が起こったんです。
議長人事で揉めたからなんですよ。そんな県に任せるということは県議会に任せるということですか、はい、市に任せる、町に任せるということは市議会、県議、町議会に任せるということですから、それ本当にうまくいってんの、いくのということですよね。県議会のレベルですら予算を流して議長人事で揉めていることを優先するというようなことが2016年に起こっているわけですからね。これはそんなことめったに起こりはしないよというわけですけどね、まあ、だけど起こりうるということですよね。でおまけにこれは特に町村議会が高齢化が進んでおりましてね、町村議会の中にはですね半数が75歳以上というところがいっぱいあるんですよ、うんうん、ということは若い人、次の世代を生きていくという決意を決めた人の意見が反映されないということになりかねないですね。なるとは言いませんよ、はい、なりかねないということなんですよね、うん、だからその権限と財源をとにかく住民に近いところにどん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 移していけばいいというのはですね、これはまあある意味国家否定論でしかないですよ。そうですね、言うんで、だから2016年のこの朝日新聞の主張はですね、うん、私は全面的に反対です、うん、全面的に反対です。これがうまくいくとは言えない、うん、単なる関連論からの主張だからです、うん、そうですね、実務を伴うような仕事をしていたらこれはうまくいかないなんてもう直感的に分かるはずなんですね。でおまけにその中谷さん、岩尾さんが言われたですね、はい、とにかく中央の霞が関の力がなくなればなくなるほどこの国はうまくいくんだといったような幻想の延長線上にあるからなんですよね。それではうまくいかないというように思いますね。したがって1995年の地方分権というので話をしていますけども、1995年の地方分権、市場主義みたいなものが正しいのかどうかですね、我々はもう一度考え直す必要があるんではないか、このように思っていただけたらなというように思います。皆様方どうお思いになりましたでしょうか。